勝精は、日本の家族、実業家。爵位は伯爵。旧姓は徳川。1888年8月23日、徳川慶喜の十男として生まれる。母は、新村新で、浙江の望月宗兵衛のもとに預けられた。1892年2月8日、勝海舟は、嫡子楚六が早逝したため、慶喜の子、孫娘の婿養子に迎えて、伯爵の家督を譲ろうと考えた。勝ちは、慶喜の七男、義久を養子にと望んだが、慶喜は、あれは、当家の死守であるのでと言って断り、末男の精を養子に出したという。慶喜、家里に生徒の養子縁組を申し入れ、同年2月14日、父の慶喜は、精の養子入りを承諾した。1897年9月、兄、誠と共に、精は、静岡から東京に移り、学習院初等学科に入学した。1899年1月20日、精は、勝楚六の娘である伊予子の婿として、勝家に入った。養父、海舟の死去に伴い同年2月8日に家督を相続、伯爵を受爵する。1902年7月、学習院初等学科を卒業し、慶應義塾に転校。慶應義塾大学理財科を卒業後、オリエンタル写真工業、浅野セメントなどの重役を歴任した。精は、家庭的には一男五女を設けたが、伊予子が1922年5月7日に他界したため、その後は妾を作り大っぴらに遊んだという。1932年7月10日に没する。死因は、当初脳溢血とされたが、後に妾とカルモチンで、心中自殺したと報道された。墓所は東京都台東区の谷中墓地であり、実父である慶喜の墓所のすぐ近くである。子女は、美智子、芳子、静子、中子、東子、勝義高。家督は長男である義高が継いで就爵した。精は写真やビリヤード、特に重量、投げ網など多趣味で知られ交友関係も広く、独自に自動ドアを発明するなど家族としては、型破りの性格であったという。当時、発売されたばかりのオートバイに興味を持ち、小さな鉄工所を屋敷内に設け1923年 2000cc の排気量を持つ国産オートバイ、ジャイアント号を製作させた。後に、鉄工所のメンバーは、目黒製作所を設立したことから、精も現在の川崎社の起源を作った一人とも言われている。ありがとうございます。